はい、皆さん、こんにちは。セドリスチャンネルの市宮です。今回は、物販をやっていれば誰もが一度は思ったことがある、発送料金が安ければもう少し利益取れるのにな、という悩みの種を解決していきたいと思います。ランキング形式で発表し、1位は、今、セドリスが一番おすすめの発送方法をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速ランキングを発表します。第5位、宅急便コンパクト U パケットプラスです。どちらも専用ボックスでの発送が条件になりますので、ボックス料金も含めての価格になります。宅急便コンパクトはヤマト運輸が提供していて、発送料金が450円、専用ボックスが70円の合計520円になります。U パケットプラスは日本郵便が提供していて、発送料金が455円、専用ボックスが65円の合計520円になります。値段は同じですが、専用ボックスの厚さ制限に相違があります。宅急便コンパクトは5センチ、U パケットプラスは7センチで、U パケットプラスの方が分厚いものが送れます。縦幅、横幅はヤマトの宅急便コンパクトの方が大きく、厚さは U パケットプラスの方が余裕がありますので、商品に応じて発送方法を変えていきましょう。宅急便コンパクトにはもう一つ、薄型専用ボックスがあります。こちらは縦幅が 24.8 センチ、横幅が34センチ、厚さが外寸5センチとなっております。厚手のニットやトレンチコートなども、とても綺麗に収納ができ、発送料金も抑えれるのでおすすめです。次に、第4位の発表です。U パケットです。発送料金は230円になります。専用ボックスなどの規定もなく、発送は手軽にできます。送料は抑えれるのですが、注意しないといけないことがあります。それがサイズです。U パケットは長辺が34センチ、厚さが3センチ、3辺合計60センチ以内の規定があります。特に厚さ制限に引っかかりやすいので、U パケットを発送する際は、発送前に寸法を測り、余裕を持って発送を行いましょう。次に、第3位、U パケットポストです。発送料金は215円になります。U パケットポストについては、こちらの動画で詳しく解説しておりますので、気になる方は概要欄からぜひご覧ください。次に、第2位がこちら、猫ポスになります。発送料金は210円になります。このようなボックスを使用することをお勧めします。Amazon や100均で購入することができます。サイズは縦幅が 31.2 センチ、横幅が 22.8 センチ、厚さが3センチの規定があります。この企画の中でも、厚さオーバーはかなり厳しめに見られて、猫ポス料金が適用されない可能性がありますので、パンパンになる梱包は避けましょう。薄手のシャツやワンピースなどの発送におすすめです。次に、お待ちかねの第1位の発表です。それがこちら、クリックポストです。発送料金は、なんと185円です。第2位の猫ポスト35円しか変わらないと思ってるそこのあなた、たった35円、されど35円です。物販をやっていく中で利益に大きく影響するのが、プラットフォームごとの手数料、送料です。これが積み重なっていくとかなり大きな差になります。今回、第1位に輝いたクリックポストの利点、欠点、比較について詳しくお話をさせていただきます。まず、利点についてですが、5つあります。ネット決済、ラベルの手書き不要、ポスト投函で完結、郵便受けに配達、追跡あり、こちらの5つになります。まず、1番のネット決済についてですが、本来、発送の際は、店舗やコンビニに行って発送手続きを行い、支払いをしていると思います。その手続きが一切不要です。続いて2番目のラベルの手書き不要についてです。こちらはメルカリ便を普段使用している方にはそれほど刺さらないかもしれないですが、手書きで発送ラベルを記入している方にはかなり便利なサービスです。ラベルをネット入力で完結することができるので、発送作業がより効率よく行うことができます。次に3番目、ポスト投函で完結についてです。こちらは U パケットポスト同様、ポストに投函するだけで発送作業が完了することができます。煩わしいコンビニやヤマトなどでのシール貼りなどの発送作業がなくて済みます。次に4番目、郵便受けに配達についてです。郵便受けに配達していただけることで、受取人が不在でも配達が完了します。購入者と発送業者の入れ違いになることがなく、スムーズに取引を行うことができます。最後に、追跡ありについてです。商品に追跡機能があることで、発送側、受取人ともに商品の所在を確認することができるため、円滑な取引が行えます。購入者は今どこに商品があるのか知りたい方もいるので、信頼の面でも追跡機能があるのは安心できますよね。以上がクリックポストのメリットになります。これを聞いただけでも十分に使う価値を感じ
じていただけたと思います。しかしこのようなメリットだけじゃないんです。ちゃんとデメリットもあります。デメリットは大きく分けて3つあります。1つ目がラベルの印刷にプリンターが必要、2つ目が印刷したコードが雨などに濡れて読み込めない場合は転送されるリスクがある、3つ目、ポストの規格のサイズなので送れるものに制限がある。こちらの3つになります。1つずつ解決策をお伝えします。まず1番のラベルの印刷にプリンターが必要についてです。こちらはプリンターがなくてもコンビニで印刷は可能なのですが、コンビニで印刷すると印刷料が10円かかりますので発送料金が195円になってしまいます。安いのが利点なのに余分な手間がかかってしまい、コスパが悪くなってしまいます。さらにポスト投函で完結する発送作業なのにわざわざコンビニまで行かないといけないので、あまりメリットを感じられません。こちらの解決策としてはプリンターを買ってください。わざわざ新品を購入しなくても中古品であれば4000円程度で購入することができるので先行投資として買うことをお勧めします。物販を長くやってればおのずと毎月の発送の物量も増えてくるので簡単に元が取れるはずです。購入すれば金銭面だけでなく時間効率もかなり良くなってくるので、ぜひ購入を検討してみてください。次に2つ目、印刷したコードが読み取れない問題についてです。これは何かと言いますと、梱包した商品にラベルを貼り付けるのですが、印刷したただの紙なので普通に貼るだけでは雨に濡れたりして配達員の方がバーコードを読み込むことができず返送されてしまう可能性があるということです。こちらは簡単に解決することができます。ラベルの上に少し大きめの透明なテープを貼って防水性能を上げてあげましょう。これを行うだけで返送のリスクは限りなくゼロに近くなります。最後に3つ目、規格が小さいについてですが、これは読んで字のごとく送料が安い分送れる規格が小さくなっているので商品に制限があるということです。これは解決策はないです。その規格に合った商品だけこの発送方法で送ってください。基本的にネコポスの上位互換だと思って使うと良いと思います。クリックポストの規格は長辺が34センチ、短辺25センチ、厚さが3センチとなっております。先ほど紹介したネコポスよりも若干余裕があり、衣類や小物の発送に適しております。アパレルブランドセドリはあまり大きいものを扱うことがないので、今回紹介した発送の方法である程度のものは送ることが可能となっております。ここまでランキング形式で発送方法をお伝えしてきましたが、最後に紹介したクリックポストは今まで紹介してきた発送方法のいいとこ取りで、なおかつ値段も安いので今後のあなたのセドリライフで大活躍間違いなしの発送方法となっております。ぜひご活用ください。なんと今回最後までご視聴いただいた皆さんだけにセドリスから特別なプレゼントがあります。プレゼントの内容は一宮とマイタカがこのためだけにセレクトしたスーツブランド解説動画10本、ワンピース解説動画5本、レザーアイテム解説動画5本、バッグ解説動画5本、この無料プレゼントのためだけにセレクトしたブランド25種類分の高値要素や仕入れリサーチ基準などを解説しております。さらにプレゼントはこれだけではありません。なんと我々が過去に販売していた1789,940円分の実売データも大公開いたします。実売データ公開の動画で紹介してない商品も、仕入れ動画で紹介してない商品も含めた実売データです。この実売データを見るだけでも売れる商品の知識がつき、この商品はこれぐらいの金額で売れるのかというのもわかるので、手取り初心者の方でも確実にレベルアップができます。さらにさらにプレゼントはまだ終わりません。なんと1時間に及ぶアパレル手取り完全攻略動画もプレゼントいたします。この動画では実際に手取り初心者だった僕が3ヶ月で30万円稼げるようになった方法を解説しております。なのでこの動画を見るだけでアパレル手取りの全てがわかると言っても過言ではありません。1時間と聞いて長いな、見るのめんどくさいなと思った方は見なくて結構です。本気でアパレル手取りを頑張っていきたいと思っている方に向けて作った動画ですので、この動画で知識をつけて手取りを頑張っていきましょう。最後に応募方法ですが、この動画の概要欄にある手取りスの公式 LINE を追加し、たった30秒で終わるアンケートに答えていただくだけです。たったこれだけでプレゼントいたします。すでに友達追加済みの方はメッセージでプレゼントと送ってください。この計6つのプレゼントが欲しい方は概要欄からぜひご登録ください。